こんにちは、ジャンボです。今回は、この砂漠に工場を建てていきたいと思います。前準備として、近くにある工場に採掘機を建ててみました。結構ありますね。ここにもあるのですが建て忘れてるようです。そして、工場建設といえばこの人。サブ PC 君、久しぶりの登場です。イエーイ。見てる？ヤッフー。サクサクっと進めちゃって。ここを中心に土台を広げていきますね。交渉の詳細はこんな感じ。交渉等級は高純度が一つ、その他は低純度が多くて、たまに普通があるという感じですね。前回の、北の森、スタートとは違い等級が、低いので、開発が進むと厳しいかもしれませんね。まあそれを補うようにたくさんあるという感じでしょうか。これは工場の形も変わりそうですね。砂漠はかなり起伏が激しく、この辺りが大きく盛り上がっていて、境界線のようになっています。ですので、まずは画面左側を中心に、開発を進めていく予定です。また、すぐ横のこの辺りは逆に、凹んでいます。砂漠は土台がないと、まともな工場を建てられないほど、平坦なところがありません。ですが、砂漠を覆ってしまうような高さに、土台を置いてしまうと、砂漠である意味がなくなるので、そこそこの高さで土台を置き始めました。土台の設置、完了しました。それぞれの工場前に、小さな工場を建てて、それぞれを結ぶようなイメージです。砂漠を完全に覆う高さで土台を建設せず、砂漠感を残したのもポイントです。ありがとう。んじゃ、それぞれの工場建設に移ります。私が得意とする、効率よく無駄のない工場建設です。前のワールドでも、詰まるなら分岐させる意味ないやん、ってコメントが多かったですから、場合によっては、アーソンシンクを使いながら、建設したいと思います。よかったらこれも見てね。まずは、この鉄鉱石採掘所に、鉄のロッド、ネジ、の工場を建てます。工場等級は低純度なので、毎分30個の採掘量に、対し、採掘機マーク1は、毎分60個の採掘量なので、オーバースペックですが仕方がありません。採掘機マーク1、括弧毎分30個に、対して、製錬炉は1台。製錬炉1台に対して、鉄のロッドの製作機は2台稼働可能です。続いてネジの製作機は、鉄の、ロッドの製作機の3分の2が必要なので、一度分岐器で3つに分けて、うち2つを合流機で1本にし、3分の2を作ります。鉄のロッドの製作機が2台ある今回だと、ネジの製作機が3台建設できることになりますね。ただ、鉄のロッドもストックしておきたいので、ネジの製作機は2台、残りを鉄のロッドとして保管します。鉄板なくなった。これで完成ですね。あとは電力供給のため、
30メガワット発電できるバイオマスバーナーを建設。必要電力は合計25メガワットなので、1台で賄えます。あとは電線をつないで、完了です。1台で賄えるのですが、計算間違いをしていて2台建設しました。まあバイオマスバーナーは必要な電力の、分だけ燃料を消費する、エコな子なので問題ありません。むしろ燃料を自動搬入できないので、2スタック分入れておけるというメリットしかないですね。では、工場を稼働していきましょう。お願いします。燃料投入。さあ、鉄鉱石が流れてきましたよ。鉄鉱石が精錬炉に入ると黒煙が、もくもく。精錬炉で鉄鉱石が鉄の、インゴットに。鉄のインゴットが製作機で、鉄のロッドに。鉄のロッドが保管されながら、ネジを製作する工程の自動化が完成しました。では続いて、あの鉄鉱石採掘所前に工場を建設します。この鉄鉱石の鉱床は、普通です。そして、少し凹ませているのがお気に入りポイント。では、鉄板工場を建設していきます。まず、今回の鉱床等級は普通なので、毎分60個の採掘ができますので、分岐器で2つに分けて、それぞれに精錬炉を設置。精錬炉1台に対して、鉄板の製作機は1台必要です。ということで完成。あと、マルチだと搬入搬出の矢印が逆で表示されるんですね。これは普通にバグだね。では今回も必要な電力の合計は21メガワットなのでバイオマスバーナーは1台。はい、それでは稼働開始。電力が供給された時の、精錬炉の動き、いいね。ガシャーンパカ。黒煙めっちゃ濃いね。サブ PC ではグラフィック最低ぐらいに設定してるんだけど、全然濃くないんですよ。
では次最後、一番手前の動鉱石採掘所に、ワイヤーとケーブルの工場を、建設します。綺麗なカーブができない意味。交渉等級は普通なので、先ほどと同じように二分岐させて、セイレンロヘ。セイレンロ1台に対して、ワイヤーの製作機は2台。こちらはワイヤーをそのまま保管するライン。ちょっとだけ砂が盛り上がってるので、またぐようにコンベアベルトを、伸ばします。合流させて、保管庫へ。続いてケーブルの製作ライン。まずはこちらも同じようにワイヤーを、製作します。そこから、ケーブルを製作するために、ワイヤー2台を1本に合流させて、ケーブルの製作機へ、これで完成。保管庫を置き忘れていますが、それは後ほど。あとは電力。必要な電力は合計33メガワットなので、ギリギリ1台では足りないので、2台設置。今の電柱は4本までしか、電線をつなげられないのでたくさん立てなければいけませんね。つなぎ忘れがないか確認中。OK です。では稼働してください。手前の方が分岐器から遠いので、稼働が少し遅れますね。そしてここで豆知識。バイオマスバーナーを使ってみて、気づいたことです。まだこのゲームには発電源から離れるほど、減衰というのはないのですが、それぞれの機械、待機電力というのは発生してるみたいです。今のところ、機械の種類に限らず 0.1 メガワットは常に消費しているみたいですので、不要な時は電源を落とすといいかもしれません。まあ、工場を止めるってことはないんですけどね。というところで今回の動画を終わります。いかがでしたでしょうか？定点カメラで工場建設も、良きかなでしょう？ぜひ他の投稿者の方にも、あげてほしいんですけどね。まあ敷居が高いのが現状。ゲームをもう一つ買って、PC がもう一台必要ですから。フレンドがいれば、そんなでもないか。では次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。
今回も、ご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたなら、チャンネル登録と高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画で、お会いしましょう。ジャンボでした。